30分とか言っちゃいましたが6時過ぎぐらいに終わります。ちょっと嘘です、あのメールは。300回、おめいっちーさん落花生ありがとう。ピーナッツ落花生、ピーナッツイコール落花生。うん、かんすけさんバラありがとう。ちょっと前髪にスプレーかけていい？なんか前髪がすごい動いて嫌なの。ちょっと待ってね。臭いからもう、こんぐらいでいいでしょう。時すでにお寿司さん、なやこれツインテール、あ、ありがとう。今日ツインテールの日らしいね。今日話してたんよね。ラジオの子さんツインテールありがとう。やっほー、やっほー、こんにちは、こんにちは。ぴょんぴょんツインテールありがとう。ツインテールやでこれ。こんにちは、こんにちは。これツインテールだよほら。ほんまにやばいから。こんにちは、いちごやっほー、こんにちは。明日、明日から、明日か。こんにちは、ザックさん落花生ありがとう。低めが好き、お下げ的な。こんにちは、こんにちは、やっほー。くまさんツインテールありがとう。時すでにお寿司さんハートありがとう。ツインテールだって、ツインテール、クマさんハートありがとう。ツインテールじゃんこんなのも。福爺さんハート、クマさんハートありがとう。これでいいよ、もうこれで、これで許して。ほらもうツインテールやんこれ。はい、はいはいはい、ウケピスさんツインテールありがとう。こんばんは、こんにちはか、こんにちは。ちょっとね、今日は、今日はちょっと、いや、この時間にやってるのには理由があるんですよ。あとで伏線回収するから任せて。何時だ今、45分。うん、オッケーオッケー、いい時間。で伏線回収しますから、あと少ししたら待っててくださいよ。いや夜もちゃんとやりますよ、多分、多分っていうかやるんですけど。ノブさん落花生ありがとう。僕じいさんツインテールありがとう。ツインテールはもう嫌なんですけど、今日からじゃないよ。そう、ちょっと後で伏線回収するので。こんにちは、こんにちは。マッツンさん落花生ありがとう。これ伏線回収するので。確かにギフト封印封印やばい。投票、え、投票モードにさするとさ、あれなんでしょう、封印可能なんでしょう。やっほー、くの太陽、キラボシ、キラボシもさあれなの、ツインテールじゃない、なんだっけあれなの。ダイソー店内、ダイソーにいるの。屋台の日程、あ、今日か。キラキラツインテールないですか。もうみんながツインテール送ってくる前に投票にして、よし、これでみんなが何もできないんだ。これ何もできないですよ。こんにちは、こんにちは。ツインテール送らないで対策。うん、封印ですこれで。あはははは、ツインテール、いや言葉で、まさかの言葉で封印し、封印じゃないよ、言ってくるパターン。これ今日だけのさギフトってことかね。こんばんはじゃない、あのツインテールのやつ。やっほー、ん。やばい、投げさせてくださいわ、やばい。ちょっと何の投票、何の投票でもないよ。
そうよね、さら、しみさらさんのさ生誕イベントが、生誕イベントじゃない、生誕公演決まっとったよね。行きたい、行きたいんだけど、連れてって、連れてってじゃないや、呼んでくれないのかな。あ、今日限定なんだね。じゃあ今日しか送れないんですよ。今日しか送れないけど、封印されてみんな誰も送れなくなっちゃう。かわいそう、みんな送れなくなっちゃって辛いよね、わかる辛い思いしてるよね、みんな。じゃあ、 あ、1位が勝ったらしい、 51% でおっとっとさん、ハートありがとう。すごいすごい速さや、私が解除した瞬間そうやってひどいよ。これは慈悲、慈悲をかけました。やっほー。そう、明日からイベントなのでよろしく。ぴょんぴょん、ハートありがとう。明日は5時からイベントが始まりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ゼラタピさん、ツインテールありがとう。あら、ありがとう。ルースさん、ピーナッツ落花生ありがとう。こんにちは。作戦あるの？作戦はないですルースさん、落花生ありがとう。作戦はね、ないんですよ。作戦はもうみんなが写真集を見たいって思った、その気持ちです。ちょっともうよくわかんない。じゃあ今日の夜しっかり会議しよう。今日はね、今ちょっとねあれなんですよ、ちょっと伏線回収したくて配信してるんですよ伏線回収配信です。そうなんよ、だからなんか15時がいいっていうのは分かってるっけ。15時らへん。落花生、え、これピーナッツどっち、これさ節分だからってことやんね。明日は何巻きするの？いちご巻き顔がいいなあ。ありがとう、ありがとうこんにちは、こんにちは。豆巻き配信、豆巻き配信、でもどういう、こういうこと？殻があるかね、三次ら辺っていうのはね分かってる。あら、ありがとう、こんにちは、やっほー、ほら、ありがとう。ウィーナッツくん、やばい。ゆきひろさん、ありがとう。落花生でも別分野系落花生なのでは、ほぼ同じ、いや同じか。 F 巻き配信やだよ、F 巻きなんて高くて買えないよ。こんにちは。100ずつ投げられる、そうなんよね、難しいね。鬼になる、鬼ですよ。画面に抜けて投げつけるの、豆を。画面まに豆まき大会。こんにちは、こんにちは、やっほー。これは手です、指紋は採取しないでください。こんにちは、はじめまして、はじめまして、ありがとうございます。こんばんは。アーニャ、アーニャは有料コンテンツでしょ。スーパーの半額、もう何時やねんそれ、もう閉店間近じゃん、もうほんまに死ぬ。こんにちは、こんにちは。恵方巻きね、恵方巻きってなんか高いじゃんね。お金がないんですよ。こんにちは、こんにちは。そうだよ、何円すると思ってるんだよ。でもまあ確かに明日節分か、まあ考えておきます。こんにちは、こんにちは。心の隣で同じ景色見てたら、うわっ
そうよ、はい、これがかかるんでしょ、これが。日本のカレーとインドのカレーどっちが好き？どっちも好きだけど、うわ、どっちも好きだよ。やっぱ選べないかもしれない。日本のカレーは野菜がいっぱい入ってて美味しいし、インドのカレーはスパイスが効いてて美味しいんですよ。チーズナン食べたいな。海苔なんてないよ。こんにちは。何にもないから、私のお家は調味料ぐらいしかない。塩とかでいい、塩巻きとかで。なんか片付けがない。なん食べたい。こんにちは、こんにちは。右からどういうこと、どういうこと。そんな指定があるの？どっちが右とかある？恵方巻きにあるんかね。どういうこと、どういうこと。何の話してる、何の食べ方。ちょっと分かんない、本当に分かんない。スープカレーあんま食べたことないんですよね。スープでもカレーは飲み物として飲んでる時はある。髪の毛綺麗ですね、ありがとうございます。髪の毛綺麗ですか？ボサボサなんですけど。こんにちは、こんにちは。でもね、髪質良きなんですよ。自分で言ってて本当にいい加減にしてって思うと思うんですけど。髪の毛綺麗になった、汚かったってこと？汚かったってこと？インドって手で、あ、そういうこと？ナンをね。でも髪の毛は別に特に何も変えてないんですけど。どういうことですかそれって。まゆさんハートありがとう。毎日ボサボサ。いや、それ今もやん。多分ね、髪が短かったけね、爆発しやすいんですよ、髪の毛って短いと。うわ、だからかもしれないです。そう、これはねレイヤー入れてもらったんですよ。クレープを恵方巻きって言い張るのやばいわ、本当に。全然違うから。内髪は絶対使わないって。本当ですか？バリバリ使ってます、本当にごめんなさい。全然使ってます。咳かくしゃみですよ。こんにちは。そう、ドライヤーね、最近ドライヤーの時間が増えて困ってます。花金、今日金曜日か。今日金曜日だって。みんなおめでとう。明日は土曜日だよ、嬉しいね。いちご、いちかみを使う。そう、いちご、いちごなので使ってる。いちかみのね、なんか桜の匂いのやつ使ってます。クレープに海苔巻く、どんな味わいがするのそれって。美味しいのそれ、どんな味わい。心の困りごと相談室さん、ハートありがとう。こんにちは、こんにちは。なるほど、すごい。なんかそうなの。恵方巻きスイーツ、ライスペーパーとかで。ライスペーパーなんて持ってないから、どこに売ってるの。こんにちは、こんにちは。やっほー、こんにちは。明日からイベントが始まるのでね、よかったらフォローしてください。明日からイベントだよ。もうなんか実感がなさすぎてどうしよう。なんかやばいね、もう明日だ。明日じゃないですか、もう。怒ってる。緊張、緊張。え、ね、そうなんだよ、赤レン、横浜のさ赤レンガのところでさ、ストロベリーフェスティバルが開かれてるんで行きたいんですけど、ちょっと行けるかな、遠いんですよね。お金あるって感じ。何のイベント。明日から写真集争奪イベントが開催されます。 STU48 の研究生と正規生さんで分かれてて、研究生さんの研究生さん、研究生の枠に出ます。1位から3位に入ったら最終選考に行けて、
最終選考で君に決めたってなったら写真集が作れます。明日は何の日か知っていますか？明日はひなさんの誕生日だよ。どういうこと？ひろさんハートありがとう。やっほー、こんにちは、こんにちは、こんにちは。明日はそうですよ、こんにちは、こんにちは、やっほー。明日からイベントなのでよかったらフォローしてください。わー、イベントや、頑張りましょう。でもまあ3時間っていうあれが縛りがあるけね。そう、私はもう時間縛りなかった、多分止められんけ。この前もう5時間半とか配信しちゃってもうやばいですから、普通に落ち着いてくださいって感じで。こんにちは、こんにちは。あ、そうね、確かに SNS 認証もね大事なので、ぜひよろしく。仕事に戻る？ OK。 はじめまして、はじめまして、こんにちは。潰し合いとか言わないでください。そう、潰し合いじゃないですよ。基礎なんか高め合おうねっていう感じですから、本当にもうやめてください。こんにちは、こんにちは、やっほー。明日からイベントです。頑張ろう。明日5時から5時からはトリも配信をするので、明日の5時は配信します。よろしくです。イエーイ。電波皆無？そうなの？潰した一番美味しいからね。セゴチアン、ヤッホー。なんかイベントあるの？あるよ、明日から ST48 写真集制作争奪戦みたいなのが始まるんですよ、ショールームイベントで。なのでぜひご協力お願いします。こんにちは、こんにちは、こんにちは。 STI さん、誰もありがとう。こんにちは、こんにちは、やっほー。本当にまあ5時からは確実なのでよろしくです。5時だよね、レッスンさんが。あ、まあまあ5時です、5時に配信したいと思うのでよろしくお願いします。参加します。写真集ね、なんかでもセルフプロデュースなので、自分が着たい服とか好きなシチュエーションとかをできるのでちょっといいですよね。いなくてよかった。いやまあいるのは別にそのいると思うんですよ、どこの世界においても。そういった方はね、それ当たり前なんですけど難しいですよね。初見です。お、こんばんは、シティ48の北沢いちごで、よかったらフォローお願いします。あ、どうかな。あ、6時になりましたね。じゃあここで6時ということで、皆さん2月23日の僕の太陽公演出ます。エディオン広島県エディオン神谷町ホール出ます。イエーイ。これが言いたくて配信してたんですよ。伏線回収もこれです。伏線回収です。これが2月23日のエディオンホールです。ぜひ来てください。もう本当に絶対来てほしいっていう気持ちがあるんですよ。もう特に絶対来てほしいです、本当に。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。こんばんは、こんばんはという感じなので、出演しますっていうのが言いたくてショールームしてました。そう、エディオンホールでやります。そうやけ、さっき数分前に僕隊なんちゃとか言って、おー僕隊ねうんとか言っとったけど、それのために配信してたんですよ。そう、同じメンバーなので、もう本当に絶対に来てほしいんですよ。ちゃんと理由もあるけど、ちゃんと来てほしくて、もう本当に来てください。皆様お待ちしております。2月23日です。エディオンホールです。よろしくお願いします。会場が12時半で開演が1時です。
あ、確かにね、24日リアルお話し会があるもんね、先輩と先輩方は。こんばんこんばんは。確かに前乗りされる方とかいらっしゃったらぜひ見に来てくださったらなと思います。マルさんハートありがとう。もう本当にこれが言いたくて、もう言いたくて言いたくて配信を始めてしまいました。頑張っていく。本当待ってます。2月23日、やっぱりね、毎回出られるわけじゃないので、久しぶりに出るな自分、めっちゃ久しぶりな気がする。多分1月1日、もう元旦公演以降出てない気がする。いやそれは嘘か、あれ違うな。まあでもなんかそう、しばらく出てないので、やっほー。あ、そうだね、今日加藤さんの誕生日じゃないですか。日向坂46の加藤志保さんのお誕生日おめでとうございます。知らないもない。そう、割と久しぶりになるのでぜひ見に来てください。そうですね、これがもう言いたい言いたいがために配信をしていました。うんうん、こんばんは。2月23日の12時お昼です。見に来てください。練習頑張ります。最近ねちょっとあんまり出れてなくて、なまってるはずなので頑張って練習するので見に来てください。こんばんはこんばんは。アイドルなんて呼ばないでの声とかも練習しとく。アイドルなんてバーン言って、こんばんはこんばんは。高い声が出るように練習しておきますのでよろしく。じゃあこれが発表できたので何分かな、10分か15分ぐらいに終わります。これ本当にこれが言いたいがための配信なんです。これ伏線回収もできて最高ですね。応募してくる。あ、もう応募受付開始なので2月23日金曜日かっこ祝日ですからね、しかも祝日なのでね、ぜひ皆さんも来てくださりやすいのではという意見もあるということで、ぜひ来てください。メル配信はいつもぐらい、いつもぐらいだよっていう感じですね。ゲストの次の日、え、確かに、こんばんは、こんばんは。本当だ、加藤さんが誕生日配信をしてらっしゃられてますから。え、かすみんも配信してる、サッチもしてる。かすみんが配信してるだと。こんばんは。そうですね、まあそんな感じですね。これが言いたくてですね配信してみました。しかもね、いつもやらん時間だと初見の方が多かったりもするので、イベントも明日からするよっていうのをお伝えしておきます。なおさんファイトありがとう。1号さんツインテールありがとう。落花生ありがとう。落花生が落下してるから落花生ってこと。そう、7時、あ、7時8時9時10時、ちょっと何時か分かんないんですけど、今日夜また配信しますので、フォローありがとう。うん、5時が言いたかった、もうちゃんとして。明日は5時からイベント開始です。頑張ります。こんばんは。
日、今日が2日で明日が3日、明日節分の日ですからフォローありがとうございます。明日節分の日なんですよ。あーでもどうしようかな、15分までって言ったっけ今自分。でも15分までって言った自分で、20分ぐらいにしようか。ちょっとあまりにもこのことを言うためすぎてちょっとなんか申し訳なくなってきちゃったので20分までにします。衣装図鑑、いやもうねやりたい。私がもしセルフプロデュースで写真集を出せるってなった時にはやりたいことがあって、衣装も着たいし、こんばんは、博士花が落ちるってこと？セブンイレブンの駐車場で配信付けが待ってた。セブンイレブンの駐車場にいるの？体調は治ったんですか？大丈夫ですか？ノープランでも大丈夫。やったね。こんばんは。まあ確かに明日は節分っていうことでね、節分だねっていう配信ができるんです。ある程度意見通るよね。もう多分普通に、いや分かんないですけど、セルフプロデュースなので、まあ。もちろんこちらの意向に沿ってくださることは間違いなしって感じだと思うので、そうですね。ただ縦長なのでやっぱりなんかそこも、もう生まれ持ったのでなんていうの、生かしていけたらなと思います。こんばんは。あ、龍角さんで良くなった、良かったです。お互いに何をつける配信、どんな配信でも確かにそう思ったら、なんかなんかさ、年齢の数だけ食べるみたいなのあるよね。うん、そうなの。花が土に落ちるの。おー完了。おありがとう。そう、2月23日エディオンホールでの僕の太陽公演出演します。そして僕の太陽公演も応募受付始まってますので、ぜひ来てください。次の日がねリアルお話し会が広島であるので、なんかちょっと前乗り暇やなとか思ってる方がいたらぜひお待ちしております。富士山とかも登ったろうかな。富士山も登ってみようかな。やっほー、こんにちは、こんばんは、こんにちは、わかんないんですけど。痛い、あ危ない危ない危ない、事故る。写真集も縦長はやばい。頑張ります。あ、痛っ、起きてた。フォローありがとう。こんばんは。友和さんハートありがとう。こんばんは。そうですね、そんなこんなわけでって感じで、そんなこんなわけでちょっとジターバターと巡り、はい、すいません、発作が起きてしまいました。こんばんは。写真集縦長、いや横長もない縦長もないやろ、普通の本のサイズですよ。普通のサイズですから。くたえ久しぶりや、頑張りますね。めっちゃいけない、そうよね、体調崩しちゃったやつよね。もういいんだよ、もう体調の方が大事。やっと見れる本当。こんばんは。僕体、あもうテロップに書いちゃえばいいんですよ。2月23日僕の、あ僕がじゃない、僕の太陽公園、公園太陽びっくりびっくりと。オッケー、正方形の写真集、絵本やん本当に。写真集巻物、もうどういう写真集、もうびっくりだから。2月23日僕の太陽公園来てくださいぜひ。こんばんは。明日からイベントや。こんばんは。やっほー、こんばんは。あ、なんかお腹が鳴ってる今。聞こえてないよね。こんばんは。こんばんは、はじめまして。
かったらフォローしてください。うん、体温がってこと大丈夫ですか？フォローありがとう。奥田両方始めたから検査しえゆいな見よ。そう、なんかちょっと私は言いたいことがある、私は言いたいことがあるんですよ。なんか X のさ、今 X でね、インプレッション数が多い人が昇格できるよっていう企画をしてるんですけど、そのハッシュタグ1億人にバズれがついた投稿のインプレッション数が多い人がっていうのをやってるんですけど、そのゆいなと撮ったプリクラをね載せたんですよ、ハッシュタグ1億人にバズれで。なんかちょっとバズらないんですけど、バズらせてください。こんばんは、こんばんは。もう泣いちゃうよ奥沢。等身大ポスター、フォロワー28万1000、いや強すぎるんよ、うん、そう、こんばん、悲しいから、もうみんな奥沢なんかどうでもいいんだ。リス構文、みんな奥沢なんか本当はどうでもいいって思ってるんでしょ。こんばんは、こんばんは。等身大パネル167センチ、いやでかいんですよ。え、もう身長測りたい。え、てか昨日さ配信終わるときにさ、提出物やるねって言ってたけどさ、ちょっと全然終わらなくて汗なんですよ。だから配信が終わったらやろうと思ってて。女絡みいらん、やばい。え、なんかさ中学生とかのさ、なんかインスタとかのプロフィールって女絡みいらんみたいなあるよね。こんばんは。身長がだからね伸びててほしいんですよ。ミニバードさん、ハート、スケモンさん、バラ、ありがとう。身長測りたいのよ。え、もうストロベリーフェスティバル行きたすぎて本当にやばいかも。ストロベリーフェスティバルさん、なんかストロベリーフェスティバルさんのステージとかないのかな。ちょっとなんか勝手に登壇してこようかな。高木さん、レインボースターありがとう。目標何メートル、目標はまあ5メートルぐらいいっときますか。こんばんは、こんばんは。もうストロベリーフェスティバル行きたいから、もう行くから、期間中に絶対に行きたいけ行くから、もう本当にいつか絶対に行くって心に誓ったるんだから。ちょっと喋れてないから本当に、やっほー、こんばんは。もうすぐ超えられる、超えられないから。272センチってこと、身長。いや超えられるわけないじゃん。アルカリさん、ツインテール、ありがとう。きます。5メートルが化け物、化け物やで、もう進撃の巨人やで。まあ頑張ります。バスケ無双でき、いやもうだって絶対さ5メートルもあったらさ、そのさバスケのさ、そのゴールのさより大きい系さ、もう強すぎる、こうなるから。レディースガガさん、ツインテールありがとう。新井リアさんが100回目の訪問、新井リアさんスクショしよう。リア中なの、あなた、リア中なのね。リア中コメントしてよ。マチさん、ハートありがとう。天井突き破る、いやそれはそう。バスケしたいんだよね最近、バスケしたいなって。そうだけ、写真集セルフプロデュースできるのであればバスケもしたいなって思っちゃう。バスケしたすぎる。あ、リア中、あらえりやさんハートありがとう。リア中スクショしよう。リア中はね私が産んだんですよ。リア中のことは私が産んだんです。新井リアさんは私が産ませていただいた娘なので。えへって言ってる、かわいい。リースガガさん、落花生ありがとう。こんにちは、こんにちは。リア中、リア中のママやってるんですよ。リア中のママ兼メンバーをやらせていただいてるんですよ。なのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。おかしいんですけどね普通に考えて。
マザーはやばい。そう、ママしてるんですよ、リア充の。そうだよ、かわいい。ママだってスクショしちゃうんだから、かわいい。かわいいね、リア充。リア充かわいいね。こんばんは、こんばんは、やっほー。いや、もう本当にストロベリーフェスティバル赤レンガ倉庫行きたいから。もう横浜だよね、リア充の X の写真。え、そう、リア充が昨日言ってて、あ、そうなんやって。もでもリア充の妹ちゃんをね、なんか見たことあるんだけど、実物を。めっちゃリア充だった。配信で娘たちが同じ口癖、気まずいって言ってるってこと。リア充がやばい、やばい、お腹がめっちゃ鳴る今日。寒っ。こんばんは、こんばんは。ストロベリーフェスティバル行きたいんですよ。こんばんは。横浜だからね、ちょっと遠いんですけど。なーい、みんなのさ、同期のみんなの兄弟とか気になるよね。全然、でもみんな結構兄弟いる人多いイメージあるわ。やっほー、こんにちは、こんばんは。あれ、こんばんはの時間。こんばんは、こんばんは、こんにちは。あ、こんばんはって言ってんのにこんにちはって言い直しても、大丈夫自分。こんばんは。水色魂さん、ハートありがとう。30まで、20分までだから、あと1分したらランキングを読みます。あんかきラーメン、もうお腹がなっちゃうからやめてよ。お腹がなっちゃうから。メラメラ燃えるした心だけがよ、さざ波だってだけど、そんなことは言うのか。ハードロックカフェ、何すあのコラボしてるの。え、リアチューが行こうよって言ってる。行こうよ、リアチュー。リアチュー横浜まで行ける？本当に、もうリアチュー行ける？行く？本当に行くの？本当に本当に行くの？じゃあ行くよ。オンラインお話し会議のこと、ズーム会議のこと、オンライン話し会ってやめて。こんばんは、こんばんは。ママの引率、確かに私が保護者枠として行ったらいいんか。やつ行くの？じゃあ行こうよ。ユニバードさん、だるまありがとう。なんか髪の毛がおかしいから、これ母が全額払う。お金あるかな。ちょっと消費者金融かも。家族でお出かけ、そう、家族サービスで。飛行機やばい、声小さい。いや違うよ、私の配信別に普通に喋っとるにさ、声ちっちゃい、声が多分聞こえるづらくて。そうだから、こんぐらいの声で喋ったら多分通じるんだけど、喉が痛くなっちゃうから、そんなことしないんですよ。なので私のショールームは音量上げ必須なんです。迎えに行くね。やめてください。ソソさん、ハートありがとう。オンラインお話し会、そう、2月4日、オンラインお話し会です。よろしくお願いします。びっくりした、ごめんなさい。
会議中、やばいやばい。じゃあ会議中に見てる方がおかしいから、こっちが悪いんかね。会議中に見んで。いちごストロベリー。怒ってないよ、怒ってないよ、ただ大きい声で喋っただけなのに。怒ってないよ、ただ大きい声で喋っただけなのに怒ってるとか言われても、本当にどういうこと。あちしさん、落花生ありがとう。いやらしいね、なんか本当にうるさいじゃないや、声が聞こえん、ちっちゃいってよく言われる。あちしさん落花生ありがとう。でももうどうにもできんのんよ、だからもう許してくださいよ、本当に普通に考えて。やっほー。職業アイドルで消費者金融の審査通るの、どうかな、どうかね。こんばんは。私のイヤホンも壊れかけなんですよ。レディオが聞こえてきたんだ。君はメロディーメロディー。こんばんは。返済の女子でいいんですか、逆にそれで。いっぱい借りちゃいますよ、そんなこと言われたら。自分の親と声小さくない、音量がちょうどいい、本当。じゃあこれで喋りますか。もう2月だ、もう2月ですね。こんばんは、こんばんは。やばい、もう24分じゃん、もう。もうじゃあ分かった、もう30分に絶対終わるから、もう本当に30分に終わるからね、よろしく。やっほー。あまりにも声でかい人、そんな方いる。歯磨きに行ってくる。あ、もうそれはもう行ってください、歯磨きには。広島じゃない、横浜ストロベリーフェスティバルは行きたい、本当に。いちご食べたいんだよね。あ、ゆいなにいちごのやつもらったんだった、おせちと食べよう。あつしさん、落花生ありがとう。そう、私が今日この配信をしてる理由は、その僕の太陽公園に出ますっていうのを言いたかったので、それです。うまい、煉獄さん、うまい。こんばんは、こんばんは。いや、終わるもん、30分に。なので2月23日の僕の太陽公演 in エディオンホール、みんな来てください。どう励ませばいいかわからない、もう北沢みなって言っといて。ちょっと絶対に違うわ、ごめん、嘘。頑張れって、頑張れって、おーおーって、あのヘタレたち歌ってあげてください。どういう、歌わないで。フォローありがとう。ペッペ伸ばしちゃったよ、もう。これ伸ばしちゃいましたから。本当に。お疲れ様です。こちら、お、こんにちは。TQ48 の北沢いちごと言います。よかったらフォローしてください。明日からショールームイベントも始まるので、たくさん配信しますので。よろしくお願いします。いいね、先悪い。あ、そうなの。あ、そうなの、みんな人気ですね。じゃあ STU にも勧誘していてください。そう、2月23日僕の太陽公演 in エディオンホール、次の日がリアルお話し会もあるので、しかも祝日なのでね、よかったら来てください、というか来てください。久しぶりにね出演できるので、それも楽しみにしています。頑張ります。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、23日公演で、私は25日がリアルお話し会なんだけど、25日は当日券、会場にさえ行ければお話し会の券とかもね購入することが可能なので、ぜひお待ちしております。焦ったの。そう、エディオンホールでお待ちしております。100回目の方もありがとう、こんばんは、かわいい、ありがとう、ありがとう。いちご狩りしたい。そう、いちご狩りしに来てください。じゃあ、そう、広島に
2月23、24、25は広島で決まりですね。松井さん、泣かせありがとう。やっほーん。怖いかも、それはお話し会で。こんばんは、こんばんは、はじめまして、シティ48の北澤いちごと言います。よかったらフォローお願いします。 X の方もお願いします。もう本当に X お願いします。本当にお願いします。 X のかっこ Twitter のことなんですけど、こんばんこんばんは、本当にお願いします。本当にお願いします。 X ね、ハッシュタグ1億人にバズれの投稿、本当にお願いします。そう、このライバーテーマのとことか、ショールームのプロフィールのとこにも書いてるんですけど、ぜひお願いします。いや、何を投稿するかはもうこちらが決めますので。X 見れない、見れるよ、絶対見れるよ。見れないわけないじゃん、なんで見れないの。見れるよ、いろんな言語、ハローこんにちはみたいな、ナマステみたいな。というかさ、松井さん、落花生ありがとう。もう本当に悩みますから、 X は本当に頑張ります。こんにちは、あ、こんばんは、はじめましてですね。こんばんは、こんばんは。バズらないといけないんですか。こんばんは、腰下JKT ジャカルタって言語は。ご飯たくさん食べてね。 OK、 29分、ありがとう、教えてくれ。ラカスありがとう。インドネシア語か、でも確かに習得してみたいよね、いろんな言語ね。番組もね、あのアベマでやってる番組の方も、あの来週がもう楽しみなんですよ。来週は出ますので、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは、こんばんは。もう電話かけないでよ、電話かけないでよ。もう終わるから待ってて。ランキング読みます。どんな終わり方。15位が奥爺さん、14位が高木さん、13位がなおさん、12位がゼロタピさん、11位がなちもこさん、10位がぴょんぴょん、9位が特筆すでにお寿司さん、8位がゆきひらさん、7位がまっつんさん、6位がいっちーさん、5位がレディースガガさん、4位が1号さん、3位がくまさん、2位がルーさん、1位がなるかりさん、ありがとうございます。誰や、なんかなんか奥田みたいな人です。ありがとうございます。また夜もね、配信したいと思いますので、ぜひ見に来てください。明日からイベントも始まりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そして2月23日僕の太陽公演出演決定しました。そしてエディオン初めてなのでね、楽しみです。ぜひお越しください。また夜お会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。